ボーダーラインの選手、この人たちの見極めをしたいというところでしょう ね、はい、まあ、そういう意味では中村監督は先発の猪俣に4人目の柱としてビシッとしたところを見せてほしいところですが、はい、まあ、ところが1回はワンアウトを取った後、2番の福良、3番の東部、4番の高橋聡とあっという間の3連打でいきなり1点を献上してしまいます。そうですね、この辺まっすぐ走ってたんですがね、ちょっと一本上司という感じですね。まあ、球威あったんですけれども、この辺り打たれたコースがみんな甘かったです ね、なおチャンスが続くところ、5番の石峰はボール2から、これは助かりましたね。真ん中のまっすぐ、これは石峰選手のねバッティングに助かりましたね。まあ、ダブルプレー、立ち上がりちょっと心配だった猪俣ですが、失点はこれだけ5回を投げ切って中村監督をほっとさせました。阪神は2回、オリックスの先発山岡から5番に入っているパチョレックが甘い球を見逃しませんでした。高めのストレートをソロホームラン、1対1。山沖は被安打4で2回降板です。さて、続いてオリックスは2番手の西本が登場であります。3回は三者凡退だったんですが、4回ワンアウトから檜山、右足に当たります。当たってますね、檜山ね。ピッチャー返し内安打であります。この右膝の下あたりだったんですが、西本は根性で続投です。フォアボール一つで2アウト1塁2塁となって、今日スタメン起用の鮎川、この人がねもう代打で一軍に残るぞというね気迫のヒットでしたね。ここで1点。さあ、フォアボールを挟んで2番の久慈も続きます。あれもうまく打ちましたけどね、西本ね、この打球を当てるまで素晴らしいピッチングをしてたんでね、はい、首脳陣はねこの西本をどういう風に評価するか、この辺は面白いところですね。そうですね、はい、さて、満塁のピンチでここで西本が降板です。マウンドには野田、バッターはトレードの相手増永という場面ですが、はい、これは土井監督粋な計らいというんですかね。ワンストライクから空振りでトゥーナッシング、ここは野田の勢いが勝ったというところです。まあ、結局野田は2回3分の1をノーヒットピッチングでアピールであります。この後オリックスが東部のトゥーランで3対3として7回の阪神、まあ、好調のリリーフ陣の一人金田からヒットとフォアボールなどで2アウト2塁3塁、バッターパチョレックという場面、完全に打ち取ったあたりですが、はい、ちょっと田口君ね、これは縮こまりましたけど、悪送球であります。阪神勝ち越し、これに檜山も続きます。これね、左投手からタイムリーヒットを打ったということでね、今亀山新庄が出れない中で、彼がもしかすると開幕レギュラーということもあると思いますね。はい、まあ、この後オリックス打ちましたね、本当に別人のようにね素晴らしい球を投げてるんですよね。そして野村はもうまっすぐは速いし、変化球も切れてるということでね、もう手も足も出ないというぐらい良かったですね。はい、はい、それぞれ1回ずつをノーヒットに抑えたんですが、さあ、それから阪神も若手の山崎が8回を好投したんですが、その後、はい、ベテランの中西がピシャリと締めましたね。出てきましたね、今日の中西本当に素晴らしかったです。まっすぐが速くて、まあ、速いから変化球もいいということなんでしょうかね。弓永1人の、ね、抑えだとちょっと心配だなという気があったんですが、この中西が、ね、しっかりしてくれると先発陣もこの2人に任せられるということでね、最初から、全力で投げれるということですね、はい、この復活はいいですね。最後はベテランが締めた神戸のゲームでした。はい、これから塁を盗む2塁打3塁打というのが多くなるでしょうね。はい、さあ、記念すべき福岡ドームのオープニングゲーム、初マウンドは大エのエース村田でした。福岡ドームのマウンドは見下ろす感じで投げやすいと話していました村田投手。先頭バッターの田口、まずはレフトフライに打ち取ります。初回ランナーを出しましたが、後続を打ち取り無難な立ち上がりを見せています村田。一方のオリックスのエース星野がこちらの先発です。オープン戦も上々の仕上がりでした星野。1回2アウトを取ってから3番の佐々木を迎えます。2エンド2からの6球目、ストレート狙いがカーブが来ましたが、佐々木うまく打ちました。これが福岡ドーム初ヒットです。2アウトランナー1塁となって4番のジョージ・ライトを迎えるんですけれども、こちらは5球目、空振りの三振に星野打ち取ります。両チームの先発ともまずまずの立ち上がり。さあ、2回のホークスの攻撃です。この回の先頭は5番の岸川、これは右中間の深いところへ持っていきました。
足がね、タッチしてればね、もうこれスリーベースになってもおかしくないんですけども、やっとあれでもツーベース、楽にツーベースですよ。はい、と初のツーベースです。そして藤本ヒットでノーアウト三塁一塁となって7番の吉永がここはきっちりと仕事をします。あのやはりね4番候補でもあるんですが、こういうのを、ね、きっちりがやると出る打者というのは、はい、これもプレイヤーが絶対勝つんですね。吉永の犠牲フライで福岡大栄がまず1点。さあ今度は5回のオリックスです。で2アウトから中島がフォアボールで歩きました。ランナーを背負っての村田なんですけれども、今日は村田良かったですよね。良かったですね、はい、あの球場が広いっていう気持ちがあったと思うんですけども、はい、ストレートをバンバン投げて、スライダーも試したんでしょうけども、はい、これだけピッチングされると開幕のね、はい、セーブがちょっとセーブが怖いなと思ったんじゃないですか、はい、ここはボールが先行して小川のタイムリーで同点に追いつかれたんですが、球威もねありました。ありましたね。もうストレートも速く、もう打者に対してねものすごく攻めてきてるんですね。はい、もう本当に開幕 OK って言うんですね。1対1の同点で迎えた7回の大栄です。2アウトから8番の森脇、深いところこれ3ベースになるんですけれども、一方の星野の出来どうでした？そうですね、やはり彼の心情というのはのらりくらり放るのが本当のピッチングだと思うんですね、やはり投げ急いだりすると、はい、打者にちょっと捕まってしまいますね、はい、中盤は完璧だっただけにこの辺り惜しまれます。浜田のタイムリーで2対1に大栄勝ち越しです。一方の村田は6回以降も無失点、ドームではこそこそ作業あるのでは大丈夫かと。本当そうですね、もう大胆に投げてもこの球場ではタレント